竹林の小屋。小学校の頃の話です。オイラが行ってた小学校のそばに竹林があって、そこには怪しい人が出るから行っちゃダメですって言われてたのね。俺は結局行かずじまいやったんやけど、 結構周りは言ってる人が多くて、みんな変な小屋があって不老者が住んでるとか、小屋があって扉がどうしても開かないとか。まあ、要は木造の古い小屋が一つポツンとあるってみんな共通して言ってました。いつの間にかその小屋に行ったという事実は、 勇気のあるやつのステータスみたいな感じになって、悪ガキ連中はみんな行こうとしてた記憶があるっす。である日、王ってやつとゆうってやつが二人で行こうって話になったらしいのね。両方一応友達だったんだけど、まあ行く奴はもうみんな行ってて、 今更行くのは、いわば、遅ればせながらって感じやったんやけど。放課後やったかなぁ。記憶曖昧ですまん。とにかく、放課後二人して行ったらしいです。つうか、行きました。このあたりは、後で人づてに聞いた話と、俺の想像。 とにかく小屋に向かった二人は深い竹林の中を例の小屋探して歩きます。遠目には小さい竹林やったのに、ちょっと入ったらすごい暗かった記憶があります。あれは不思議やった。そんで二人、小屋は例のごとく発見したらしいです。 んで、すぐ入ってみようって話になったんやと。木造の扉を開けて中に入ったんですが、先に入った優が、うわ、やべって思ったらしいです。中で人が首吊って死んでたんやと。そんで、どうしようとか思ってたら、突然後から入ってきた王が、 すごい声で叫び出したらしいです。お母さんって。叫び続ける王を置いて、ウはダッシュで逃げたらしいです。その時俺は学校のグラウンドでみんなとドッジボールかなんかやってて、そこへ優がダッシュでやってきたんすよ。グラウンド越しに見える竹林の方角から、 めっちゃでかい声で、王のおかんが死んでるって言いながら。あの時は凍りました。その日はすごい騒ぎになったと思いますが、よく覚えてないっす。とにかく、王はその日から学校来なくなって、そんで、結局一度も顔を出さないまま、 転校していきました。ここまでは記憶の限りマジ話。多少の間違いはあると思うけど、問題はここから。ありがちな話っす。あの小屋に幽霊が出るって話になるんすよ。その自殺以来、 本当に行く奴はめっきり減って、みんな行きもしないのに、キャーキャー言ってました。まあ、俺もそうか。当時物知りの方だった俺は、首吊り死体が凄まじい状態になるって何かで知ってたので、それを詳しくみんなに話してました。面白半分に。 みんな、またそれを聞いて騒ぐわけですよ。首吊り女の霊が出るって。そんである日、また別の友人 S に誘われたんすよ。お前、そんなに霊に詳しいんやったら見に行かんって。俺はビビリだったんで、速攻を断ったんですが。 後で話を聞かせてもらう約束はしました。エスは結構仲間内でも悪い方で、奴なら本当に行くと思ったので。そんで、何人かで本当に放課後、例の小屋に見に行ったらしいです。次の日。 学校に行った頃には、俺はもうそんな話すっかり忘れてたんですが、ですが、その日すんげえ暗かったのね。いつも騒いでばかりの問題児が。それで、俺も昨日のことを思い出して、本当に言ったのって聞いたんすよ。そしたら、うん、って、それだけ。 いつもなら自分からガーって喋るはずの S がすごい大人しかったんで、これはマジで出たかって思って、その日一日 S にべったりくっついて根掘り葉掘り聞いてたんですよ。昨日小屋で何があったかを今考えると嫌なガキだな。ところが、 何聞いても教えてくれない。何か見たのには、うんって言うけど、何を見たのは答えてくれない。たとえはったりでも、すごい顔した女の幽霊見たとか言うじゃないですか。俺はもう S は本当に幽霊を見たんだって思って興奮して、 どんな幽霊か、どんな感じしたのかって、結局放課後までずっと聞いてました。そしたらついに S が、誰にも言うなよ。そんで、あそこには絶対行くなって言い出しまして。そん時、俺がどんなに嬉しかったかはわかると思います。 S, S が言ったのは一言だけです。扉開けたら中にすげえ声で叫んでる王がいたって。オチらしいオチはありません。S はその後二度とその話はしてくれないし。 俺も面白半分で人に怖い話をすることは減りました。小屋のあった竹林は潰されて今は筆弁を作る工場が建ってます。転校してった王がその後どうしてるかは誰も知らないし、俺は一回だけ見せてもらった王の妹の顔を時々 思い出すだけです。